こんにちは。今回は、調理試験の語呂合わせの動画、古墳時代の語呂合わせになります。古墳、ここです。古墳はどちらですかというふうに聞かれてですね、こちらになります。ということで、ここです。ということで、古墳、ここになります。こ、こ。で、こと、こ。どちらでも、どちらが先でもいいんですけれども、古式というのとですね、怖いというのを、 こう、示させていただきました。怖いというのはですね、えー、蒸したご飯のことですね。蒸し米のことです。現在ですとですね、もち米を蒸す、えー、おこわとかですね、赤飯が有名だと思います。蒸したご飯のことを怖いと言います。こしきというのはですね、 その蒸したご飯を作る、え、調理器具、土器の器になります。で、この古式というのはですね、こう、漢字がちょっと見慣れないんですけれども、こういう風うに書かれるときも、こういう風うに書かれるときもあります。ということで、古墳時代、古式という器で作る蒸、蒸し、蒸しま怖いのお話でございました。 古墳、ここ。古墳時代の語らわせの動画でございました。こちらの動画は以上となります。失礼いたします。